こんちなー、こんちなー。ちょっと運命にね出会いそうな予感を感じて、今日ガチャ配信ということをさせていただきます。かっこいい人いますね。キモいな笑い方。おい、悪口だろ。おい、誹謗中傷対策チームに連絡しちゃうぞ。なんか私この人と惹かれ合ってる気がしてて、なんかお姉ちゃんがこの人好きで、なんか家に等身大のパネルが2個あるんですよ。だからなんかもう触媒はできてると思うの。触媒はできてるから、あとはもう呼び込むだけだと思ってて、私は今日一番最初に出てきた男を運命とします。ちゃんと BGM も用意してきました。ええ、一番最初にキャラクターが出てきた時、私ねこれ流そうと思って、いきますよ。あ、なんかキャラクター来た。え、これ誰だろう。わあ。はい。これ流します。本日はね、こちらのキャラクターピックアップ率が5%、 カスだな、5% の中で、つまり20連引いたらこの中の誰かが来るみたいなイメージでやっていきたいと思います。ちゃんとねラブソースイートを流す準備もしておいてですね、やっていきたいと思います。いきますよ、いきますよ、いきますよ、せーの、はい。あ、これね、なんか流れ星が流れたらキャラクターらしくて、ないってことはこれはキャラクターが来てないのでカスです。これまあ、10連ぐらいはね、まず挨拶ですよ。道場破りみたいなもんで。まあまあ、これからね、ジャンタマで遊ばせてもらいますわ、言うて。はいはいはい。嬉しいものなのかどうかわからない。はい、若葉色のマージャン牌いただきました。はい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 。まあ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 、まあ、この程度か。煽るよ。この程度か、ジャンタマ。あ、そう、な、次来るから、20連で来るから。え、だって 5% ってことは20分の1だから、だからもう一回やりますよ。20連目です。はいはい。え待って待って、確率、えこれ流れてないよね。え、私さちょっと目が悪いかもしんないから、え流れてない、どういうこと。
あなたのお願いは。わーわーわー、イエーイエーイエー、おーおーおー、イエー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 、おーおーおー、パー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 。輝いたのは鏡でも太陽でもなくて君だと。あれ、あ、止まった、 BGM がなんか止まったんだけど、なんで。まあいいや。あ、めっちゃ嬉しい、こんな嬉しいことないよ。え、すごいよ、だってゴーテン、もう本当に運命の男、いやもうマジ私の運命の男、いやもう本当に好きだ、え、好きすぎる、本当に好きすぎる、どうする、もう本当に好きなんだけど、え、待って、好きという気持ち止まらない、止まらないよ、え。あ、嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しすぎる、マジで嬉しすぎる、こんな嬉しいことないって、本当に、いやもう本当にマジで嬉しい、涙出てきたもん、マジで本当に、あー嘘でしょ、もうめっちゃ嬉しい。だって迎えに来てくれたんだよ私のこと、来世でも一緒だよ、ちょっと待って、意味深になるな、ちょっと来世でも一緒だよ、ちょっと意味深になりすぎるかもしれない、ちょっと今の部分カットでお願いします。ちょっと今の、いやまあちょっと素直な気持ちだったんだけど、今の部分はちょっとめちゃくちゃセンシティブだったかもしれないから、ちょっとカットでお願いします。めっちゃ嬉しい、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 本当に嬉しい、好き、いやもうマジで見てて、私今からトップ取るから、私このおさむに捧げるトップラーン、はい勝ち、はい勝ち勝ち、イエーイイエーイイエーイ。やっぱこれだね、あー対面がボタンが出たから、ボタンが出たからだって、ボタンが出たから、やったーやったーやったー、ふーふー、やったー、すごくない、え、すごく、ガチャで一発おさむ 5.8% をくぐり抜けてツモして、でさらにおさむの初戦で一発、そう、初戦でなんと飛ばすわけよ相手、もう私これ運命だわ。